楽器をやり始めたのってのは上の兄ちゃんたちの影響、影響直撃ですね。最初はもう普通に YMO だ、あのザ・ベストテン系をどんどん好きになってて、まあ、YMO をきっかけで世界に目を向け始める人、洋楽志向になる人多かったんじゃないのかな。俺小学校3、4年生の時 YMO が来る時に、クラフトワーク、ちょうどテクノが流行ってた頃だよね。だからテクノが新しい音楽として、シンセサイザーですよね、はい、まだアナログシンセものだったよ最初。でも今聞いても斬新な音使いが、そうだよね、あの音ってなんか未だになんかピョーンって音だよね。そうそう、兄貴がだから YMO から入って、ホークはあのポピュラリティとしてあったじゃないですか、ホークからアリスの方向に行ったんですね。うちに多大な影響を与えたのが松田優作さんと原田芳雄さんだったんですよ、映画。なるほど。遠くで汽笛を聞きながらとかいうのが流れ、兄貴がそれをもう影響を受けて、レコードがうちに来始めて、はい、そしたら兄貴がどっかで拾ってきた自分の何感性にピンときたのが柳ジョージさんで、だからどんどんブルースに流れて、はいはい、渋い方ね。そうそうそう、なんかしゃがれ声で、だから俺も小学生ながらもう隣の部屋から聞こえてくるし、一緒に聞いてるから柳ジョージ聞いたら来ちゃうわけですよ、エリック・クラプトンが、はいはいはい、クラプトンが来て洋楽がうちで始まって、はいはい、一番キャッチーだなと思ったのはあのやっぱレイラのアルバム、あの2枚組がずーっとかかってて、親父の車って最後の家族旅行に兄貴が高校生か中学生か、ずーっとレイラだクラプトンがかかってんの、で大渋滞でもう覚えちゃうぐらいかかってんのもうあれがなんかもう最初の洗脳かもしれないんだけど、やっぱさ家族で車で移動してる時の車で何がかかってたかっていうのは一生の影響力があるよね。ビーズのファンのここで子供の頃ずっとこの CD がかかったんですよってあるじゃないですか、はいはいはい、だから俺もあのデレック&ドミルスの愛しのレイラがずっとあの福井の方まで海行くんだけど、ずっと渋滞の中それ聞いててデラリラリラリー